今回ね、恋愛相談受けたんだけど、僕じゃ解決できないから、この動画を見てくれたみんなに解決してほしいんだよね。解決できないほどの内容だったってことか？まあまあ順を追って説明するからさ、聞いてくれよ。まず相談してきたのは15歳の中学3年生になる女の子だったんだ。何？中学生で恋人いんのか？羨ましい限りだね。その女の子の恋愛相談の内容がね、彼氏からの束縛が激しすぎるっていうことなんだよね。なるほどな。束縛野郎だったのか、束縛キングダム宮殿野郎だったのか。そう、でもその束縛の内容がね、ひどいのよ。これ見てくれる？まず異性との会話が NG。 これ言われたらこの時点で俺ならもう別れてるぜ。僕も別れると思うよ。でも好きなんだからしょうがないよ。 SNS 上でつながってる異性も NG なんか？今の時代それは絶対無理だよね。 LINE、Twitter、インスタと。異性の推し NG ってのは何なんだ？これは異性の配信者とか歌い手を推してはいけないってことなんだよね。それすらもダメなのか？シンプルになぜ？推しを応援してる時の感情はライクだと思うんだけどね。それがわかんないのかな。それかそのライクの感情にさえ嫉妬してるのかもね。そしてね、極めつけはこれよ。 GPS をつけられた。おい、マジかよ。スイダウのクロちゃんじゃねえんだからよ。また探偵いたの？ちなみに今付き合ってる人は19歳の男性らしいんだよね。結構年上じゃねえか。でさらにちなみになんだけど、13歳の時に35歳の社会人の男性と付き合っていたことがあるみたい。さあ、みんなはこの束縛男をどう思うかな？いや、ちょっと待て。冷静に時を戻そう。これはどういうことだ？僕も思ったよ。これは犯罪だよって。だけどね、その女の子はこう言ったんだよね。親が認めてるから大丈夫。これ言われたら僕もう何も言えなくなっちゃったよ。なるほど、親が認めてるのか？その親曰くね、何かあった時は社会人だからお金があるし、しっかり責任を取ってくれるらしいよ。そういう問題じゃねえ気はするけどね。なんか束縛男よりこっちの方が気になるな。はい、じゃあこの束縛男と付き合っていくにはどうすればいいのか、皆さんの意見を聞きたいところなんだよね。あくまでそっちがメインなんだね。まあ結局他人の恋愛だし、自分には全く関係ないからどうでもいいんだけどね。すげえ冷めてるじゃん。はい、どうもね、こんにちは、中野人でございますけれども、シンプルにみんなにね聞きたいんだけど、中学生の頃って恋人いました？もちろん好きな人はいたと思うんだけど、恋人っていたかなって。だって勉強もあるし部活もあるし、恋人なんて作ってる暇なかったよね、なんつってね。中学生の時なんてさ、恥ずかしくてさ、女子になんか話しかけることさえできなかったしない？そんなことない？今な、iPhoneなんてあるからね、気軽になんか LINE とかでもね、話しかけられるのかもしんないけど、それでもすごいって思うよね。シンプルにすごい。ただ未成年と大人が付き合うのは事件の匂いがする。